はい、おはようございます、中地です。今日は愛媛県の野池郡に来てます。まあタイミングよく、まあ、あの寒波とともにやってきちゃって、ちょっと前まで暖かったんですけど、現在今朝の気温0度です。もう完全に真冬にまた逆戻り的な感じで、まあね、季節的には厳しいシーズンなんで、まあ、難しいと思いますけど、中地なりに冬の野池を攻略したいと思います。では行ってきます。ちょっともうこの辺からやってきます。思ったより水深あるんかな。ワクワクやな、初めてのとこは。意外に水深ありますね。なんか流れ込みみたいなのがありますね。確かにここ釣れそうな感じはする。なんか釣れるんやったらブレーク引いてバイブレーションでゴンとか来そうですよね。一箇所目が気になるところですね。いいですか、移動しましょうか。あんだ、はい、確かにさっきのとこと雰囲気ちゃう。もう一回食ってきますよ絶対。あ、これちっちゃいの入れた方がいいかな、フォローにね。ちょっとフォロー入れますわ。多分もう一回食ってくると思う。まあ、魚がそんなでっかくない感じだったんですよ今。ロッドにまでコーンってきたのに今何してんねん。冬の貴重な当たりよ。うわ、食わへんな。食い逃げされましたね。なんかまあまあ低いますよ。まあまあいいかな。おお、そっち行ったか。あかんかよしよし。おお、あかんか。おお、さっきのやつか。よっしゃ。ちょっとね、エビちゃんを食ってるって聞いたんで、ファインシュリンプのジグヘッドに変えてみたらバッチリ来ました。さっきの教訓を生かしてちょっと送って見ました。よっしゃ。はい、この
こう護岸があるんですけど、その護岸がちょっとこう切れた切れ目のところがいい感じで、多分やっぱ何やかんや言うても冬や言うても今年は暖冬なんで、それなりにバスも早く動いてるみたいで、でこういうゴロタっていうか、この岩のところについてるエビみたいのを食ってるって、ね、いう話だったんで、こうファインシュリンプのちっちゃいやつを、エビを意識してね、そこをちょっとズルズルシェイクしながら引いてくるような感じで、じゃあっさり来ました。多分これ結構来ると思うんで、もうちょっと頑張ってみます。なんか引っ張ってもうたな、引っ付いてもうたな、なんか取れた取れた、下のゴミを拾っちゃって、あ、食った、ホールで食った、すげえ。ちょっとさっきよりかあれかな、それでもめっちゃ引くなこれ、よいしょ、すごいなこれ、うわやばい、よいしょ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 よっしゃ、連発、はい、すごいホールで。ちょっと大きい投げすぎた。ちょうど今のはこう、あのゴミ溜まりのところに木が沖に向かって沈んでて、その木の先っちょぐらいのところに投げたくってきましたね。だからちょっとさっきこっちでもそうですけど、バスがサスペンドしてたんかな、本当にホール中にラインがずっと引っ張っていかれて、うせやんって、2月やのに冬やのにと思ったらギューッ持っていってましたね。なんか違うものに引っかかったのかな、いいやな、あっ取れた取れた、あっさ今取れたルアーがピューって浮いてきて見えましたわ、食ったすげえ今すげえな、今外してピューって浮いてきて、それが沈んだ時に食ったな、よしよしよし、よいしょ、三つ目おるんですね、やっぱすごいな、じゃあカバーの下から出てきたのかな。